今回もマンホール女優として呼んでくださりありがとうございます。サンドちゃん、アローラサンドちゃんも来てくれてとっても嬉しいです。この新しいポケフタも可愛いですよね。鳥取県のどこに行ってもポケフタがあるのはとっても素敵です。新型コロナが収束してまたみんなで集まれるようになったら、私もぜひ鳥取県に遊びに行きたいです。その時はまたマンホール女優として呼んでいただけるようにしっかり準備しておきますよ。シャッキユメコでした。サンドたちとの共演いただきましてどうでしたか？とっても可愛くてすごく元気をもらいました。まあ今更なんですけれども、はい、マンホール女優とお呼びして大丈夫でしたか？なんかちょっと恥ずかしいんですけど、やっぱり嬉しいので、ぜひぜひマンホール女優ってこれからも呼んでください。ありがとうございます。コロナが落ち着いたらぜひ鳥取で楽しいイベントできればと思ってます、はい。その時は遊びに来てもらえますか？ぜひぜひ鳥取県に遊びに行きたいので、来年3月10日3度の日に、3度目です、ね、3度目の正直で、ぜひ鳥取に行っていただいて、はい、遊びに行きたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。